さあ、って言ってる間にお湯が、もうね、収録始める前から沸かし始めてるんで、もう沸いてると思うんですけどね。実際にちょっと中開けて見てきましょうね。よいしょ。中開けると、こんな感じで、後入れの粉末スープ。これ、上に載ってる、写真にもなってる、山になってるやつですね。これが決め手らしいですからね。相当辛そうですもんね。液体スープが入っていて、これも後から入れるのかな。で、火薬スープ。火薬スープは先見とかんとね。私結構、金銭とどかどか入れて、後から見たら違うってことはありますかね。火薬入りスープ入れて、熱湯を使うまで入れて、液体スープ温めて、4分で液体スープと後入れ粉末加えて、よくかき混ぜて召し上がるというわけでございますね。後入れ粉末見てからかき混ぜるなんですけど、多分、イラストの場合的にはあれですよね。あれに、上に乗っけてね、取った方のがいいんだろうなという感じですね。麺もなんか全粒粉入り、ちょっと確かに普段のスガキ屋の麺とはだいぶ違いますね。まあうちはね、スガキ屋の、カラカラはね、初めてですけど、スガキ屋の民ではありますからね。あ、確かに普段の本店の味とかとは全然麺が違う。うん。これはちょっと楽しみですね。いや、早速ね、お湯の方入れていきたいと思います。まず、火薬スープを持ってきて、火薬スープ入れて、あ、でも、火薬スープの時点でちょっと辛そうなんだね。あ、待って、やばい、嘘か、かかえ、粉末、待って、ここのスープの時点で結構やばいぞ。あ、結構来てますね、これ。見てわかるかな、これ写真だとちょっとわかりにくいかもしれませんけど、結構唐辛子来てますね。あれ、おぉ、これは来るね。おぉ、ちょっと舐めてかかったらまずいかもしれません。ちょっとお湯を入れていきます。さあ、聞こえましたかね？今のと入ってんのかな？ちょいと緊急事態でございますね。今ね、お湯入れようと思ったんですけど、結構喋ってたんでね、もう完全にお湯沸いちゃってましたですね。結構蒸発しちゃってたんですよ。それで、あ、いかんいかんいかんと思ってね。ギリギリ、あ、結構線ギリギリやなと思って、こうやって入れてたらですね、夜間の蓋がね、ポションって、取れてきましてですね、チンチン夜間の蓋が思いっきし指に当たりましてですね、やっべえ、やっべえ、これ多分やけどしたかな。今急いで冷やしたんですけどね、で、ちょっと、とりあえずアイスね、当てながら、痛え、結構、瞬殺ではあったんですけど、どうかな、多分、水ぶくれになっちゃうかな。厄介だなぁ。まあ、右手なんでまだ不幸中の幸いですけどね。利き手がこっちに左手の方なんでね。で、ああ、そう、液体スープを温めとかないといけないんだったね。よいしょ。で、一応、今回ね、対策としてね、辛いものということでね、まあ、対策はいろいろ考えてます。一応、昨日、飲みながら食い酒になった、ポテチとね、ポテチ。うん、まあ、定番ですけどね、牛乳は今、買ってきてあります。大内山牛乳ですね。まあね、こっちだったら、やっぱ大内山だということで、もう一回ね、他の皆さん牛乳でもダメってなっててもね、大内山牛乳、大内山パワーならなんとかなるかもしれません。まあ、うちのところもね、大内山牛乳はちょいちょいと出てきてますけど、今回はもうオーソドックスなザ・大内山の青いやつですね。まあ、他にもコーヒー牛乳とかあったりするんですよね。うん、前もって飲んじゃうとまずいか？そうすると本来の美味しさがわからないっていうクレームが来そうなんで一応我慢しましょうか。普通に牛乳飲むだけで。で、あとは、後で取っときますけど、唐揚げね。いちご買って買ってきた。唐揚げと、これね、なんか、天丼が安かったので買ってきておきます。298円です。あ、299円ですね、天丼が。ありがたいですね。もうこの、物価高の、限定品に、このお値段はありがたいです。まあ、そんな感じでございますね。このあたりでね、なんとか、しのいできたらなと思っております。やれ。どれが一番効果あるのかな？唐揚げ、ね、ラーメンに唐揚げ入れるとね、きっとね、柔らかはずですね。この値とかに期待してるんですけどね。もう4分経ったかな。
多分ドタバタしとったんで、今ちょっと手冷やしたりでドタバタしとったんで、その間にだいぶ時間はいっちゃってますんでね。普通の昼飯みたいになってますけど、果たしてカラカラ魚、ご飯もあるし、唐揚げもあるし、チップスも用意してあるんで、まあ、こね、で、牛乳というのがあるんで、まあ、これで多分辛さを仕分けるんじゃないかな。いや、でも匂いやばかったよ。あんまり、そのじっくりとごめんなさい、いや、これ、手のやつやるのにね、アイシングで必死で取れてなかったですけど、やべえな。痺れるな。どっちのせいなんだろう。いやー、すでに匂いはやばいっす。辛いっすね。大丈夫かな、これ。早速ね、開いてみていきたいと思います。開くところは取ろうかな。こんな感じに、スラッと、置いてありますけど、さ、そろそろいいかな。じゃあ、オープンしていきましょう。では、カラカラウオ、オープン。あ、やべ。指痛えな。これはやばい。あれ、これ収録する場合じゃないかもしれない。痛くする。おまあまあまあ、今のところは、まあまあ、すでに辛い匂いはしてますけどね。うん。今の段階ちょっと混ぜといた方がいいのかな？なるほど、なるほど。まあ、ちょっと辛そうな感じかな、ぐらいの匂いですね。で、ここから液体スープを入れたらどうなるかですよね。どうやって取ろうな。自撮りのやつがないんだよね。うおっか。やばい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 。やばいよ、この色。嘘。そんなにやばい色してんの？入れた写真が、こちらですね。あ、やばい。やばい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 。やばいやばいやばい。嘘。結構すでに、やばい辛さの匂いになってるぞ。よいしょ。すでに結構やばそうですよ。これに粉乗っけちゃうの？いや。やばい。嘘、嘘。今の段階ちょっと試してみて、ちょっと一口だけフライングしてみましょうか。では、早速いただきます。やばそうだよ。まだこれ最終形態じゃないんだよ。おお、おお、おお、すでに辛い。うん。あ、辛いぞ、これ。結構辛いぞ。お。マジで？これに粉末スープ。これがとどめなんですよね。嘘だろ。でも入れないとまあ、半分食ってからだとちょっと映えませんもんね、さすがに。さすがにそれはしゃばいですもんね。よし。あ、頑張って入れるよ。いや、これやばそうな時間しかしないけど、うわー、入れた。うわー。なんだこれ。ほんと山盛り入ってるね。さすが、名古屋、コムダとかにね、代表される名古屋の企業ですね。写真はね、なんや、写真ほど入ってないやないか、そんな漏れやんないってことは、ないですね。カーッとに入ってんなー、マジかー。やば、で、なんだ、この、変わっていくところ、溶け出すところの色がもう、絶対やばい色してるんじゃ、これ。これ、混ぜた方がいいの？いや、うわ、うえぇ、本当に大丈夫、これ。一気に色合いがやばくなってきた。じゃあ、早速、いただいてみたいと思います。すみません、片手で失礼しません。